今日は二次方程式の文章題をやろうみんな文章題得意じゃないよねじゃあポイント得意になるための2つのコツがあるよ。ここね二次方程式の文章題を解く2つのコツ2つ覚えて1求められているものを、X、と置くまず文字で置くそして2番目はイコールで結べるる式を見つけるこの2つさえ押さえておけば大丈夫じゃあ問題見ていこう。 じゃあ例題ね面積が80平方メートルの正方形の畑を作ります一辺の長さは何メートルにすればよいですか見ていくよまずこれ何の問題これは文章題ねじゃあ文章題どういうふうに解こうまずはね文字で読むとなかなか頭入りにくいからちゃんと絵にしようこの場合には正方形の畑を作るんだって正方形の畑ねで、その面積が80平方メートル 求めたいのはここ一辺の長さ何メートルにすればよいですかじゃあどこから手をつけようかポイントをおさらいしようポイントね文章題二つだけ考えて二つしか考えることないよ一つは求められているものが何かそれを X 投稿二つ目はイコールで結べる式を見つけるじゃあそれを発想に入れて見ていくとまず求められているものなんだろう一辺の長さは何メートルにすればいいですか 文章題の最後に書いてあるだからここね一辺の長さこれを、X、と置いちゃおうつまり一辺の長さを X と置くとこれでみんながやるミッション1完了2つ目のミッションは何そうイコールで結べる式を探すよ。何と何がイコールこの場合ヒントはここに書いてある。 何かが80平方メートルねつまり面積が80じゃあ正方形の畑の面積ってどうやって表せる一辺が x ってことは縦も横も正方形だから x つまり縦かける横が80、うん、これを式にすると x かける x イコール80ねこれでもうほとんどできたも同然あとはこの式解くだけね x の2乗イコール80 とということはこはの式解けるよね2乗イコールパターンはプラスマイナスでルートつけて80と。でこのままだと三角かな80別の形できるよね。みんなが知ってる掛け算でいうとまず 4×20 にできるで20の部分は 4×5 だから 4×4×5 ね。で2乗の部分見つかったらルート外に出してあげよう。 つまり x イコールプラスマイナス4ルート5とで求めたいのは一辺の長さは何メートルにすればよいですか。だからここでねプラスマイナス4ルート5って書いたらダメだよ。なぜかわかる？4ルート5メートルならわかるけどマイナス4ルート5メートルって畑作れないよね、うん。この場合にはプラスしか答えに合わないから4ルート5メートル。こうして 片方しかね、あの文章題に合う答えがないことはあるから気をつけようねじゃあ練習ね今度は長さ40メートルの紐で面積が96平方メートルの長方形の囲いを作りますこの囲いの縦の長さと横の長さを求めようこういう問題ねじゃあ見ていこうまずこの問題文章題だね文章題のコツは 文字で読んだだけだけと頭にに思いにい。浮かべくそこで絵にしちゃおうそうするとまず長さ4 0ルの紐で囲いを作るわけねこの全体の長さが4 0ル。そして面積が96平方メートルにしたいつまりこの面積は96平方メートルねで今求めたいのはこの囲いの縦の長さと横の長さ縦を何メートルにするか横を何メートルにするかこれを決めたいわけね ここまで踏まえた上でどこから手をつけよう。ポイントを確認するよ。ポイントね。方程式の文章題は本当二つ。まずは求められているものを x とおこ。さらにイコールで結べる式を探す。これだけできればオッケー。そして今回はもう一つだけ追加ね。求められているものが二つある場合、その時には片方を x とおくともう一本も x を使って表せる。 つまりこの場合縦の長さと横の長さ2つ求められてるよねでも片方を、X、と置けばもう一方も、X、を使って表せるよ具体的に見ていこうじゃあいくよまず片方先に出てきた縦の長さこれを、X、と置こう縦の長さを m と置くとうん先に一方を置いちゃうそうすると もう一方、横の長さも絶対に x 使って表せるよ。じゃあ図に見ていこうか。縦を x と置くと、まず図を見ると x x になるよね。じゃあ横の長さどうなる？ヒントは、そう、文章にも書いてあるここね。全体が40メートル。つまり全体40メートルで縦は x と x。ということは全体からこの x と x 引くと横の長さ二つ分になるわけね。 さらに言うとこうだよ。全体が四十メートルってことは、そう。縦一つ分とここ横一つ分合わせるとどうなる？四十メートルの半分になるよね。つまりこことここ合わせると二十メートル。だから二十メートル全体から x メートル引いちゃうと横の長さになる。つまり横の長さ二十引く x メートルね。だからこう食える。 横の長さは二十引く x メートルとなると、これでみんながやるミッション一完了ね。つまり求められているものを x と置く。次にやるのは、そうイコールで結べる式を探す。この場合ヒントあったね。九十六平方メートル。つまり 何かが96平方メートル。何？それは長方形の面積ね。長方形の面積は、そう、縦かける横の公式だったよね。だから縦 x かける横20引く x が96平方メートルになる。この方程式を解いちゃえば求めたいものが出るね。じゃあ解いていくと 20x マイナス x の2乗イコール96ね。さらに整理すると x の2乗 イコール0あとはこの方程式解いちゃえば紐の長さ出てくるよじゃあどうしようか、うん、因数分解してみよう x の x カッコののこの形にすれば求めたいもの出るねじゃあ見てみるとかけて96になるそして合わせるとマイナス2 0になる数探っていこう まず一九十六遠すぎるよね。マイナス二十になりそうにない。二四十八もそうだし、三三十二ちょっと近づいてきたね。で次四四二十四これはいけそうだけど合わせてマイナス二十なるかな。四二十四どっちかマイナスつかないとダメだけど九十六掛けて九十六プラス九十六ってことは片方マイナスだとダメだね。だからもうちょっと探っていこう六十六。6, 違うし今度は8 12ここ怪しいな合わせると208と12ねでマイナス20今マイナス20ってついてるんだからそうマイナス8とマイナス12だったらかけて96合わせるとマイナス20ということでマイナス8とマイナス20と分かったわけねでこマイナス12ねごめんマイナス12。うんということで x っていうのは8または x イコール12と分かったよ。でもう一度問題文を読もう。求めたいのは x だけど、縦の長さと横の長さを求めよう。つまり今 x8 で、で8が入ると横は12。つまり縦8横12あるいは縦12横8この関係だったら96になるってわけね。だから求めたいものはまあ。 とこう書けば、まあ、縦が8あるいは横が8縦が12あるいは横12こういうペアだと分かるね。今日のポイントね二次方程式を解くたった2つのコツ1つ目が求められているものを、X、とこう。文字で置いたら2つ目イコールで結べる式を探そう。 これさえ抑えていけば大丈夫だよ